赤羽国土交通大臣は今日22日から始まる観光支援事業 GoTo トラベルキャンペーンで割引対象とするホテルなどの施設は新型コロナウイルスへの感染防止対策を取っていることを参加条件にすると述べました。施設には3密を避けるための人数制限や利用者の検温などの対策を行った上で、対策の実施を事業者のホームページで公表することを義務付けます。 この GoTo トラベル事業はウィズコロナの時代における安全で安心な新しい旅のスタイルを普及、定着させることも重要な目的